今日はですね、日本自動車大学校ナッツに来ております。今年のですね、東京オートサロンね、カスタムカーのセダン部門でグランプリを取った車をですね、実際にもなんかもうね、走れるということなんで、これは乗ってみたいなという思いで、やってまいりました。動くんです、あの車が。そう、センチュリー、この車でございます。どうぞ。さあ、センチュリー、前から見ると確かにただのセンチュリーなんですが、いや、しかし長い長い、どんだけ長いのこれ。いや、うお、ハイドル、あ、下がった。まさか、あの、どんだけということで、今日はこの車をご紹介いたします。もうとにかくね、これの動くところが見てみたかったんで、で、なんなんならね、乗ってみたかったしね、本当に中にね、こういったところをですね、ちょっとね、もうナッツまで来てね、こと細かに話を聞こうかなと思ってますんで、さあ、ということで皆さんどうぞ来てください。はい、いや、ということで、確かにこれ実際持ってるね、これ東京サロン今年の2022のですね、セダン部門、カスタムのセダン部門のグランプリだよ。そうですそうですそうです。これは嬉しかったね、本当にね。いや、嬉しかったですね。ですよね、だってもうさ、はい、僕も実際取材行きましたけど、まあ目立ってたよね。もうこれに、今年のナッツの車はこれにしか目がいかなかった。このみんなが、これ全員大体、はい、これを作った、はい、なるほど。じゃあ早速ちょっとね、はい、もう聞きたいことはいっぱいあったんです、はい、黒田君。まずセンチュリー、これをこうしたかった、とにかく長くしたかったの。そうですね、最初から、去年の先輩たちが、あのクラウン、古いクラウンで、派手派手でローライダーにかっこいいやつあったよしてたじゃないですか。おうおう、でその先輩たちを超えるべく、いやいや、あと長いのあったじゃん、アルファードの長いのもあったじゃん。そうなんですよ、もうその過去作をトレインで、もう電車みたいなやつ、はいはい、で超えるために、なるほど、まずクラウンよりおもっともっと目立つやつを、はい、とにかく目立つというところをやってみたかった、はい、そうなんですよ。でいう時に、でクラウンより上の車ってなったらセンチュリーだなということで、センチュリーあったの、買ってきたの、たまたまあのヤードの方に事故車で入っていて、でそちらを使って、え、でもさ、これね、これ待って、ホイールベースが、だってホイールベースが普通の車の長さぐらいでしょ、5メーターぐらい多分。そうなんですよ。ってことはこれ、ここからね、こことここは分かるよ、これくっつければ、これ全部は、ここは全部作ったの、それとももう一台センチュリーの、例えばリムジンかなんかのを使ったの。いや、ここはもう丸々自分たちで作った。これ、じゃあここからここの間全部作ってます。これ全部作ってんだ。はい、でこの外側のパネルだけは、あのもう一台分の、フロントのドアとリアのドアを合わせて作ってるんですけど。あー、なるほど。それより中の部分は全部自分で。でもフレームって、はい、センチュリーってこの鉄板部分やフレームって分厚いから。そうですね、大変なんじゃないの、切った貼ったが。そうなんですよ、分厚いし何枚も重なってるので大変です。だよね、はい、意外、そこは意外なんじゃない。やってみたら、切ってみたら、もう切るの一つ大変でしょ、はい、これ切るだけでもう分厚いし、そう、大変でしたね。ミルフィーユみたいにすごいいっぱいなってえ、でフレーム自体は鉄骨というか、フレームをと通したの、それともちゃんとフロアができてるの、これ。フロアも自分たちで鉄板をフロア、元々のフロアと同じ形にベンダーで曲げて、でつなげてて、でサイドシルの中とか、こっちにも全部あの各パイプで補強を入れた後に、はい、だけどこれ実際これで走ろうと思うと、なんていうの、車がこう、あ、こうか、こういう風になっちゃう感じがするけど、大丈夫だった？そうですね、全然歪み試験もクリアしてるので大丈夫。あ、大丈夫なんだ、はい、
さあそれでね、はい、すごいなと思ったのがただ伸ばしただけじゃなくこれレザーそうですこれ一面ずっとレザー張りなってるところが、はい、これすごいなと思ったんですけどそれだけじゃなく、はい、これサンルーフが、はい、サンルーフじゃないねこの大きさはこれあのガラスルーフガラスルーフも全部屋根がルーフのやつだよねそうですあのこれなんか何用かなんかのホンダのエアウェーブの純正のルーフガラス、うん、そうです全部あのガラスのやつはいそれを2台分使ってます2台分はい2台分のルーフガラスじゃあそのぐらいのこれ普通のルーフだけだったら本当はこれだけぐらいってことだよねそうですね、はい、それを2台分そうですこれをぶち込んでみてそうですでこれをきれいに入れてこのレザーもまあレザー加工できる人いるの先生があの先生かここはそうですね先生得意でやっぱり、はい、こういうところはで屋根一面みんなで型を取ってだってこれ切った貼ったと縫ってるのってあるよそうなんですよ縫うのは先生がやってくださいましたいやすごいねプロだね先生プロですねもう、はい、本当になるほどであとこういうね、はい、このこれがあれだよねそのクラあの去年のねそうですクラウンなんかもやっぱこういう昔のねそうなんですなんかこうちょっとシャレっ気が、はい、デザインセンスがそうですねあのこれちょっと頑張っちゃったこっちはクラウンみたいにあの全体にグラフィックを入れるんじゃなくて、うん、このもともとメッキだったところにところに、はい、さらっとこういう部分に落ち着いた感じで入れてますこれ、はいね、これ担当した人がいるのねいますこのセンスセンスあるやつこれは先生がこうデザインとか考えてくるなるほど、はい、あのちょっと待ってよすごい大変なとことすごいセンスが高いところはみんな先生なの？いやもうみんなでアイデア出し合ってるんですけどああそうだよ、ねはい、どういうデザインにするかっていうのはこう先生がいろいろペイントもできるんでそうだよね、はい、すごいねでみんなでマスキングしましたなるほどでこれエンジンはその V12 だよねセンチュリー V12 です、はい、だけど後でちょっと動かしてのちょっと乗ってみるけどさ後ろに、はい、やっぱり開けていい？大丈夫ですじゃんあ重っまずこのドアが重いことなんかちょっと待ってちょっとカメラいやもうねリムジンは乗ったことはありますけどこれはね明るいねリムジンってね暗いんですよ普通中がリムジンって乗ったことあるよいやないです自分は何を参考にしたのこれネットとかでいろいろリムジンの、そうですね、リムジンの画像とか、あとはあのバーカウンターみたいなのの画像とかもいろいろ見ながら、自分たちでテーブルのこんな感じかなって作ってこうライトとか入れてみたり、はいはい、1回では決まんなかったですけど、これ夜さなんかこれもしかしてなんか光ったりするの？あ夜この上部分とあとエンジンかければ、あとやっぱりそういうところ光る、やっぱり LED 入れてある、はい、入れてあるちゃんと、はいこの椅子はもしかして最初からの純正シート純正シート、はい、センチュリーのそうですこれはもう完全1からですえ1から作ったのこれは1からなんか、ハイエースかなんかの後ろの席をここに置いたんじゃなくてもう完全に1からそれで助手席がなくなっちゃってるんだねこれそうなんですよこれ5人ぐらい乗っちゃったらちょっと怖いよね大丈夫怖いですねちょっとあでも怖いですねっていやでも大丈夫です歪み試験通ってるんですそうだよねそうですねいうところでまあ大体やっぱり4人は乗りたいよね4人は乗りたいで運転席運転手とね運転手とこれ運転したくないね運転したくないですね後ろでずっと、ね、座ってたやつあの大変だったとこはどこ内装も時間かかったんじゃないのこれ内装かなり時間かかりました、ね、やっぱり、はい、この辺りみんなこういうそうですねこれビニールレザーっぽくそうですねこういうのもはいでも全体のトーンとセンスが結構ちゃんと合ってるもんねそうですねなるべくそんなに外装とも色味が違わないように、うん、そうだよね、はい、いうこれもなんかみんなだって借り合わせたんですもんねこれねそうですねうんかなり頑張ったよねちょっとあのホチキスの跡が見えちゃってるけどね本当にこれはもうこの辺ははいちょっとやっぱこれは本当になんか実際になんかで使ってみたいよね使ってみたいですね、うん、こんな酒飲まないだろう本当に飲まないですねこのセンチュリーのですねこのスーパーストレッチリムジン以外にもですね今年東京オートサロンに展示された綺麗に着飾って展示されてましたけれどもいよいよこれからですねまだ作業してるんです
ナンバー取得のためにですね、実際に公道を走れる状態にするために一旦展示から持って帰ってきてするにしては相当結構な大掛かりな作業を全員でやってるような気がするんですけど、多分これはこれでね、一つの追い込みです。東京都などに展示するのも大変ギリギリ追い込み でそれ終わってからがまたいよいよ本格的な作業という形で、頑張ってくださいね本当にね、なんか大変そうだけど、はい、この RX7、はい、それからですね、あとかこれ、こちらも展示されていた、これテラなんですけどもね、ジムニーの、あのこれまた大掛かりなね、あの改造して、5ドアになってるのかな、これな、多分これも一応ナンバー取るために多分最後の仕上げ、相当改造してるんでね、多分これ大変だと思うんですけど、もうなんとなく、あ、でもまだやっぱ旅やってますもんね。それからこれもそうだ、これはもうなんか作業そんなしてない感じだけど、これも一応ですね、多分ナンバーを取るために仕上げを展示はされてましたけどもね、もう綺麗にできてる感じがしますけども、できた？まあ一応はできる、一応はできたけど、はい、あ、うん、なんか問題は、あとヘッドライトの問題なんですね。そういう問題がね、はい、あるのね、いうところだけ、それがちゃんと車検取るようなヘッドライト、あ、そうか、これも変わってんだ、この前まで全部変わってんだもんね、これリーフだよね、ベースね、そうだよね、全然もうベースが何だか分かんないぐらいのやつをちゃんとナンバー取るために最後の仕上げ、頑張ってくださいね、はい、はい、っていうようにですね、実はあの日本自動車大学校夏の車っていうのは全部、ね、ちゃんと走れるように、ね、ナンバーがつくように最後の仕上げというのをだいたい今の時期2月にね、卒業までの間にやらなきゃいけないんでね、これからがまた大変だというところでございますけど、やっぱりね、誰かちょっと運転してもらって、はい、あの僕はちょっと後ろでくつろぎたいんだけど、わかりました、それはできます？できます。本当ですか？はい、やっぱりリムジンなんでね、これ運転しても運転するとなんかその辺引っ掛けそうで大変な状況になるかもしれないんで、とりあえずまずちょっとね、僕は後ろでくつろぎたいと思いますので、じゃあどなたかちょっとショーファーというか、あの運転手を、わかりました、はい、あの運転手誰か。それでは早速ですね、はい、乗らなきゃどんな乗り心地なのか一緒に乗りましょう。わかりました、運転手、はい、OK 大丈夫あのビップを後ろに乗せてる状態で、わかりました、お願いいたしますね、はい、よし、わかりました、では早速我々はちょっと後ろにリーダーを乗ってください、はい、ちょっとどんな乗り心地なんですかね、本当にね、乗ってみないとです。じゃあ運転手さん、すいません、お願いします。はい、遠いね、だいぶね、前がお、でもやっぱりさ、はい、センチリーだね、乗り心地いい、あ、いいじゃん、あ、大丈夫じゃん、ちょっと不安があったけど、もう全然大丈夫です。え、本当にこれ、あ、なるほど、強いて言うならば、はい、まあ、あのちょっとダウンサスを入れた感じの、あのミニバンみたいな感じにはなってますけども、はいはい、多分これは普通のミニバンなんか最近よくできてるからね、はい、みんなで乗ってどっか行くには楽しいかもしれないけど、こういったあのゴージャス感ないね。そうですね、うん、はい、あとさ、やっぱりこの、そうなんですよ、ここ見えるの最高ですよ、ガラスフが、はい、これ全部ほぼガラスじゃない。そうなんですよ、この明るさがいいよね。いいですね、非常にあのリムジンのいやらしさがなく健康的なそうですね明るさになってますけどもね、はい、あの運転手どうですか、大丈夫ですか？全然大丈夫です。あ、全然問題ない全然問題ない、本当にあのこのままあの東京の街中とか、あの世田谷の細い道入ってってもらいたいぐらいだ大変なことになるぞ本当にもう、そう、これやっぱ乗ってみなきゃ分かんないし、動かして初めて分かる
なんかセンチュリーのベースの良さかな。だから作るのが大変だったって、切ったり貼ったりするの大変だ、はい、ね、鉄板だっていうのは、はい、やっぱり相当頑丈にできてんだね車がね。そうですね、もともとが相当作り込まれた車なんで。あ、はい、だよね。あれなんかあれだって、会期中オートサロンやってる間にそのトヨタ秋夫社長が、あ、そうなんですよ、これに目つけてくれて、はい、でなんかあの褒めてくれたって話を聞いたんだけど。そうです、あの、うん、実際にここの席に乗っていただいて、うん、ここに座ってた、座っていただいて、はい、で自分はここに座ってたんですけど、うん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 、もう手と足がこんな君がここで社長がここに座って、はい、でいろいろ聞かれてたの。そうなんですよ、あの、なんだけど、どういう風に作ったんだとか、うん、でこれで卒業旅行に行くんですみたいな話をしてたんですけど、いいねなんて話してて、はい、だけどもうドキドキの緊張で、はい、自分はもう、ね、うまく喋れなくて、もうずっと今日はちゃんと喋ってるね。今日はいや今日は何の緊張もないもんね。いやいや緊張してますよ本当にね。緊張してますよ。これはそうだよね。いやよかったね、でもね、いやよかった、秋夫社長にね、あの見てもらえたっていうのはね、はい、本当に、いやー、なかなかの乗り味でございましたけどもね。ちょっとさらにちょこっとだけ運転させてくれる？全然お願いします大丈夫？全然大丈夫。なんか引っ掛けちゃったら大変なことになるけど、ちょっとだけ全然大丈夫感覚、はい、いやっていうか、ここに乗ったらさっき言ったようにリムジンは2回目だけど、はい、リムジンを運転したことないもん。あ、本当ですか。で多分もう運転することないと思うからこれちょっとだけ動かして、よし、じゃあ運転しましょう。はい。おう、これさ、今気づいたけどさ、後ろがどんだけ長いかなんてさ、わかんないよね。これ横見えねえし、横見えないから高速道路斜めにこうやってあの合流するとき、多分すげえ大変なことになるかもしれない。このヘアピンとか、これ今さ、ちょっと内輪差で巻き込んでみないとどれぐらい長いのかわかんないじゃん。でそもそも今気がついたんですけど、僕はあの人生で初めてセンチュリー運転したかもしれない。これもうそもそもの話だよね。ストレッチのリムジンがどうこうじゃなくて、センチュリーのこれ V12 ブワーって危ねそう、ブレーキとかそういうの聞いてなかったからな、大丈夫だな。3トンぐらいありますからね。で動きはですね、だいぶあのダウンサス入れた状態の、あの手の悪いこのダウンサス状態に、なっちゃってましてですね、乗り心地は後ろの方が まだいいな。あの大丈夫かな、これ折れちゃわないかな。本当に楽しいなこれ。面白いぞ。グオーっていくぞ。グオー、やったやった、すげえすげえ、すごいホイールベースだから動きが波みたいになっちゃって、もう楽しいかもしれない。危ない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 、なんかビビビビビになりだした。危ない、ああ、なんだ、なんかがなんかセンサーが効いて、今スリップ防止あれがついたんだ。あ、すげえな、なんかまだいろいろピピピピ鳴るぞ。あれ大丈夫か、ブレーキもなんかおかしなこと、あれ大丈夫か、怖い、壊れちゃったかもしれない、大変だ、壊れちゃったかな。大丈夫？なんかあのいろいろピピピピピピピ、多分トラクションコントロールのスイッチとか ABS みたいなのがなんかついたけど、大丈夫かな？多分問題ないです。問題ないね。いやー、オッケー、ありがとうございます。さあということで、このセンチュリーのスーパーストレッチ、はい、ね、これ完成度どのぐらいなの今は。100% 中の 80% ぐらいですか。 80% ぐらい、もうでも全然完成 OK なんだよね。みんなもうみんな仕事はもう終わったの、はい、終わったのね、はい、できたのね。
これで皆さんが多分旅行に行ったらですね、で大事故になると思いますけどまだまだですね、これはちょっと走るには仕上げていただいて、 で、ね、はい、で優雅な旅をですね、はい、本当にしてもらいたいなと思うのと、はい、早く誰か結婚しろよ、結婚式で使おうぜこれ本当にね、これで登場してね降りてくるっていうやつがすごいいいと思うんだよね、自分たちで作った多分リムジンで ね、 そ う、 ですね、そうなのが見れたらね、はい、っていうところなんでね。でもね、素晴らしい出来でした。本当にですね、初めて僕センチュリーにも乗ったし、センチュリーのこんなあのリムジン乗ったのも初めてだったし、はい、中なんかの出来もよくできてましたし、ありがとうございます。あとは本当に実際にね、ナンバー取って走れるまでに細かい、セッティングをね、ちょっとしっかりしていただいて、はい、ぜひですね、この皆さんで乗って、本当にこの良さをね、自分たちで堪能していただきたいなというところでございます、はい、もう眉毛が一本ピシッとかはねかっこいい状態になってるぐらいにこうビシッとした走りね、多分ね、はい、なるんだと思いますんで頑張ってください ね、 ね、頑張ります、ありがとうございます、ということで十分に堪能いたしました、味わわせていただきました、本当に皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございます。ということで夏のですね、見事にグランプリに輝いた何でしたっけ名前、ローリモです、ローリモでした、ありがとうございました、ありがとうございました、なんだそれ